長のヨシさんから、はい、うちの猫はいつも餌を欲しがります。猫の満腹中枢ってないんでしょうか。欲しがるだけ与えた方がいいんでしょうか。犬もよく食べるイメージがありますがどうでしょうか。はい、ですね、満腹中枢がないということはないです、うん、一応ある、はい、ありますが、はい、人に比べるとちょっとその機能が あんまりないというか少ないというか、はい、そこまで感じない、うん、でこれはですね、おそらく野生でいた時の名残みたいなものがあると思うんですけれども、はい、動物、大体ライオンとかですね、虎とか、うん、そういう猫科の動物は、例えばサバーナにいるような動物はですね、そんなに毎日ご飯食べられないんですね。確かに、はい、狩りに行って成功した時だけですよね。そうなんですよ。だからそれが1週間に1回だったりとか、うん、きついな、10日に1回だったりとかっていうことになるので、はい、食べれる時にどんどん食べておかないと、まあ、次いつ食べられるのかわからないからっていうのがおそらくあるんですね。私も旅行前にはドカ食いします。そうです。それがあるかもしれない。いや、次いつ食べられるかわかんないから。ちょっと違うかもしれない。猫そうなんですね、はい、なので、はい、やはりとりあえず目の前にあるものは全部食べておこう、はい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 、そういう意識はないかもしれませんけども、本能的に、はい、そうしてるんではないかなと思うんですね。ですからくれるんだったらいくらでももらうよと、はい、いう感じだと思います。なのでそこはですね、はい、だからといってた食べれるだけ、欲しがるだけ食べるっていうのは体にとっては良くないし、やはり肥満につながりますから、はい、やっぱり飼い主さんがその食べる量はちゃんと管理してあげるということになりますよね。やっぱ猫の餌の袋に1日これだけっていうのを測っておいて、はいはい、これだけを何回かに分けてやると、はい、はい、ですね。で、犬も同じだと思います、うん、犬何でも食べますよね。そうですね、でもその子によります。あ、そうです。中型犬とか大型犬は本当にこう食べる時のスピードもすごく速くてですね、本当にお皿一杯を5秒とか10秒とかで食べちゃうので、はい、すごくなんか見てる方はもうそんだけでいいのっていう感じになっちゃうんですけど、それはですね、やっぱりもう本能的なものなので、はい、もう量はちゃんと守るっていうことですね。決めとく。で、小型犬などは逆に、あまりですね、こう食に対してですね、今体がちっちゃい分カロリーもそんな必要摂取カロリーも少ないので、そこまでこう執着心がない子が多いんですね。で、お腹空いたら食べるけどそんなにがっついて食べない、うん、なので今度はかえって飼い主さんがそれを心配されて美味しいものをあげちゃう。これだったら食べるかな、これがいいかな、そうなんですよ、いろいろと、はいはい、そういう傾向にあるのでそれはそれでやっぱり良くない。あ、良くないんですか。はい、やっぱりいろんなものを食べて、うん、美味しいのは分かるんですけど、うん、じゃあ美味しいものもらった子は次どうなるかっていうと、うん、美味しいものが出てくるまで待っちゃうんですね。これより美味しいものが出てこないと、 はい、その辺の味しないやつは食べない、はい、そうですね、もう気に入らないのは食べないってことになっちゃうので、うん、そうすると美味しいもの、例えばおやつばっかりの子になっちゃうわけですよね。それではあまり良くないです。やっぱ栄養的にはやっぱりドッグフードだったりとか、うん、ホームメイドの食事でももちろんいいんですけれども、ええ、はい、そういったものでちゃんとカロリーを考えて、作られたものを、与えた方がいいので。ちなみに味の濃いものとかあげちゃうと、はい、やっぱ腎臓とか体にも良くない、ね、塩分が高いものっていうのはやはりあまり良くなくて、はい、人間と比べてやっぱり汗をかく量が少ない分、うんうん、必要な塩分量も少ないですから、だからドッグフードとかキャットフードをかじったことのある方は分かると思うんですけど、味結構薄味です。美味しくないですね、はい、味ないです、はい、でもあれでちょうどいいぐらいなので、そうなんだ。お家で作ってもらったご飯も人間と同じような味付けにしちゃうと、それは塩分濃度が高すぎます、はい、内臓に良くないと。そうですね、はい、心臓とか腎臓とかに良くないということになります。もう猫用の味付け薄、はい、ほとんど味しない。そうですね、ただ匂いは大事なんですか。匂いは大事ですね、で、匂いに関しては猫ちゃんは特にだと思いますけども、やっぱりこうあったかみのある
食事にするとふわっと匂いが立って食べやすくなるので、うん、まあ人肌程度、はい、ぐらいの温度に温めてあげた方がよく食べると思います。え、カリカリもですか？カリカリもですね。カリカリも、はい、発見です。カリカリはですね、これはレンジとかで温めるとちょっとあれなので、どうやってちょっとやっぱりふやかして、おー、で温めてあげるといいと思いますね。ふやかしてちょっとチンする、はい、食べない子はですよ。食べない子、うん、食べる子はもうそのままでいいです。あ、大丈夫、はい、あ、わかりました、はい、勉強になります、はい、来てよかった今日ありがとうございます。いい、ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は獣医さんに10ぐらいの質問、一色動物病院の一色和幸先生にいろんな質問に答えてもらいます。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。を持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。